スイッチ行くぞ。
行くよ。任せて。やってくれた。くそっ。
ぞ。行くよ。待ってください。ジェネシスは次のイベントを進めるために必ずプレミアを狙ってくるだろう。プレミアを奪われることも、クエストをクリアされるわけにもいかない。そのために俺はあいつと。あ、ほら、また難しい顔してる。ああ、ごめん。元気がないのですか？もう、最近多いんじゃない？そうして悩んでいること。またぴったりしますか？いや、あれは大丈夫だ。ん？どうしたの？なんでもないぞ。なあ、プレミア。ほう。ねえねえ、話は変わるんだけど、みんなでピクニックに行かない？ピクニック？そう、今話をしていてピクニックしようってことになったの。楽しそうだよね。みんなでフィールドに出てお弁当食べて、釣りとかもしたいね。現地調達の料理も外せないと思うんだ。うん。その後は寝転んでお昼寝しよう。あ、寝ちゃったらログアウトしちゃうんだっけ。他にもダンジョンの探検やモンスターの討伐競争など遊びはたくさんありますよ。うん、楽しそうだな。その話乗ったよ。はい、みんなでピクニックです。後でリズたちにも知らせておかないと。じゃあ各自の担当もさっき話した通りでいいのかな。各自の担当って？ピクニックをするにあたって準備の担当を決めようって話。みんなにそれぞれ役割を考えてあるんだ。僕とアスナとシノンは料理担当。お、そういえばユキとシノンはアスナ。うん、あれからも血のにじむような秘密の特訓を重ねて色。なんかその言い方だととても料理の話と思えないな。私はリズたちと一緒に食材探し。伊達に野営はしてないからね。驚くような食材を取ってくるよ。だからといっておぞましい食材を持ってきたりしないよね。ちょっと、別に変なものは取ってこないってば。私が狙ってるのはラフレシアンスネークっていう。絶対に取ってきちゃダメ。え、なんで？私とユイはお店を回ってピクニックに使う道具を集めるんだ。食事を並べるためのお皿やもしもの時の回復ポーションなどですね。へえ、きちんとできそうか？任せ。
私がきちんと見るから。いや、心配しているのはストレアの方なんだけど。私？変なものとか余計に買い込みそうなイメージが。ひどい。そんなことしないよ。ちゃんとおやつも300コルマでって決まってるし。学校の遠足かよ。大丈夫です。お姉ちゃんの私がストレアの手綱を握りますから。任せたぞ、ゲイ。なんか納得いかない。それで俺の担当っていうのも何か。君はプレミアちゃんと一緒にピクニックの場所探し。お、責任重大だな。そうよ、最高のロケーションを探してきてね。モンスターのいない安全なエリアで、お日様の光がポカポカしてて、景色、花が一面に咲いていて、小鳥がさえずっていて、ウサギやリスたちが私たちの近くまでやってきて。おい、どんどん妄想広げるなって。一緒に綺麗なところを探しましょう。ああ、頑張ろうな。元気になりましたか？このピクニックの話ってね。プレミア語？君が最近ずっと難しい顔をしているから、元気になるための方法だって考えたんだよ。私は社会科見学をさせてもらって楽しい気持ちになりました。ですから、元気がない時は社会科見学をすれば。あなた、そういうことか。プレミア、ありがとう。おかげで元気になったよ。そうであれば私も嬉しいです。よし、それじゃあ二人で最高の場所を探しに行こうな。